お疲れ様です。うわーっさっさっさっ、いやいや今日はね、突撃っすよ、はい、名古屋の闇なんですよ。中国マッサージマジ本番やれるよとか、エッチな抜きがあるとかめちゃくちゃ言われるんですよ。違法風俗じゃないですか、言ったらもう本当にね、暴いてきますよ。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ中国マッサージまで、はい、カメハメハ。まあ、知り合えるんだ。おすすめ、うん、このコース、普通のコース、全身洗圧とリンパとオイルと泡コース、うん、このコース、王様コース、うん、店あるのコース、全部あるのコース。王様一番気持ちいい、うん、高くないでも高い、一番気持ちいい、ね、そんなない、寒い、安い、寒い、寒い、もう見てください、これもう領収書とも5000円しかない。これでも5000円はあれでもお金決めてきた、5000円で、うん、はい、うん、少し待てて、5分くらい。トイレあるっす、うん、食べようか、俺食べようか、パンツ？パンツ大丈夫ね。あ、パンツだけでいい？うん、パンツ着るの大丈夫ね。紙パンツ大丈夫？パンツ？紙パンツ？うん。これを履くの？自分のパンツの紙パンツ履いてください。これ？うん。ゴミ箱ここ。うん、いいよ。紙のパンツ？え？え？これ？紙パンツこれ。ちっちゃい、すごい。出ちゃうこれ。どうしたらいい？めちゃくちゃ毛が見えるから面積がちっちゃすぎて、ね、あのボールのさ、ボールもなんか横にちょ、やばい、これめちゃちっちゃい、はい、いい大丈夫ね、ちっちゃい、ごめんなさい、ちっちゃい、ほんとあ、痛い痛い、あ、でももっと強くない、痛いかな、あと気持ちよ、気持ち、うん、何気持ち、痛いかな、あと気持ち、ああ、そういう気持ち、うん、腰がいつも痛いから腰、うん、ここで、うん、それ足、それ足腰じゃない、それ腰、腰、腰、ああ、足なぞはい、お兄さん、仰んでて、はい、すぐ痛い、パンツどうしたらいい？パンツのもペン出して、こっち、うん、オッケー、これなんでパンツちっちゃい、ね、なんでこれわざとちっちゃい、ちっちゃい、どうしてこれちっちゃい、オイル、オイルの、はい、カナパンツだけ、あ、
も本当にね、はい、ありました。あのそれで誘惑じゃないけど言われたっすね。言われた普通に気持ちやるよ兄さん、気持ちやるよ兄さん、兄さん気持ちやるよ違法だもんね、やっぱりあの大きい声で言わないし、はい、最初でやっぱ言わないですけど、やっぱその施術されてる時はやっぱそういう誘惑があってですね、僕ずっと耳元で叫ばれたんですよ。あーって、いや叫ばれたじゃん、小声で、小声でつぶやかれとった普通に。ちょっと気持ち悪いね、みっち気持ち悪い、気持ち悪い、みっちずーっとやるって、ずーっとマジで、あのその誘惑にもちろん勝って、スーツパンツのところこうやって触られてして、うん、紙パンツだったもんね、そう紙パンツ、そうはみ出ちゃったでかすぎたもんね。まあ上からちょっと覗いたんですけどね、僕はみ出とったっすね、はみ出とったね、普通にあの亀頭の方がはみ出とったっすね、亀頭の方人もね、それ亀頭だけトゥルンってもうやめよう、みっちゃんこういう状態やろ、だから言ったらそうそうそう、こうやってこういう状態、これがパンツ、これがパンツ、こうやっ て皆さんの行くとき気をつけて、はい、あのそういうね、あのもしそこで警察が来たら多分僕その一緒に行ってる人もね捕まっちゃうと思う。捕まるっすね、はい、じゃあまたちょっとね潜入捜査またどっかありましたら、はい、はい、そのもしね視聴者さんとかもあれば、うん、ここをちょっと潜入してほしいとか、うん、全然潜入するんで、はい、でその代わりなんか本当になんか変なねやばいところ潜入してくれ、そうやばいやつもそういうコメントも消すもんで、それも入れてきても意味ないですから逆に、そうそうそう本当にね怖いもんね僕らもやっぱり、はい、はい、じゃあチャンネル登録といいねお願いします、ザッス、はい、また見てねー、てねー、気をつけてねみんな。Yeah.